ようです。いつもありがとうございます。今日は、ルーファクトリー5で、修正してほしいポイントなんかを、個人的に思っていることをお伝えしたいと思います。まず第1、2っていうのをちょっと進める前になんですけども、まず開発していただいている方だったり、関係者の方に対する、敬意と感謝ということがあるということを大前提にお話しさせていただきたいと思います。まず、ダンジョンのですね、ボスがいる、こういった上下が、上下対称っていうんですかね。こういうところでですね、ボスを倒した後に、どちらが奥に進む進行方向だったかなっていうのが、非常に、まあ、全く対称なので分かりにくくて、まあ、戦ってるうちにどっちに進むんだったか分からなくなってしまって、また進みたくない方向に行ってまた戻ってくるっていうようなことがあるので、ここら辺はなんか矢印でマップで表示してもらったりとか、進むべき道の形状、まあ今から更新で変えるっていうのは難しいと思うんですけど、してもらえると非常に助かるかなと思います。二度手までまた戻ってしまったりっていうことがあるので、ここは結構改善してほしいなと個人的に思っています。これがまず1個目です。まあ、1個目というか結構何個もあるので、動画にするのも何十個単位で修正されている以外の部分でもまだあるんですけど、で、2個目なんですけど、これは4にも共通して言えることなんですけど、料理とかを作るときに、まあ料理でも何でもいいんですけど、まあ例えばゴールドジュースを作りたいっていうときに、こういう、まあ貴重な方の素材、大きい素材だったりとか、まあ、例えば、鉄を使えば、作れるのに流原石を使われるとか、まあ、これも結構めんどくさくて、まあ、もしできるのであれば、もう貴重な素材から使うとか、それを例えばオン、オフに、ステータス部分かなんかで、ステータスというか設定の部分かなんかで、変えれるようにできたりしたら、これは便利かなと思うんですけど、結構その出荷をするために作る装備とかを作るのに作るのはいいんですけど、結構それで貴重な素材、なかなか手に入らないような素材をこの勢いのまま使ってしまって後で後悔するっていうことが結構あるので、これはまあ今回のシリーズで更新してもらえなくてもいいんですけど、まあ次回作がもしあるとか、そういった時にはまあ貴重じゃない素材から使えるようになってもらったりとか、例えばそれが選べるとか、そういったことができるとすごく便利かなと思います。で、一応今回3つ紹介しようと思っている最後のポイントなんですけど、買い物するときにですね、これ4の時は確かあったと思うんですけど、まあ種でも何でもいいんですけど、食材というか野菜だったり装備でも何でもいいんですけど、買いに行ったときにこれが出荷済みなのかどうかがわからないっていうことなんですよね。これが非常に不便で、一応これ、まあ、これは種なんでレベル10以上にしてあるから、まあ、出荷済みなのは間違いないんですけど、例えば装備だったりとか、まあ、こういった食材系ですかね。出荷してあれば買いたいんですけど、まあ、全部買っちゃって全部出荷すりゃいいっていう考えもあるにはあるんですけど、ここも非常に不便で、改善してもらえたらなという気がします。で、もっと言うと、まあ、種だったり、この食材というか野菜ですね。まあ、花もそうなんですけど、これが栽培、収穫済みとかっていう表示がも出ているとさらに
依頼とかをこなす上では非常にいいのかなと思います。まあ、ちょっと最後のは贅沢な要望かなとは思うんですけど、皆さんももしそういった、まあ、なんか改善してほしい点とか、ちょっと困ってるなっていうようなことがあればコメント欄で教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。